つでもどこでも君を思うだろう。描いていた理想じゃなく、ありふれた言葉や暮らしで二人は笑い合えた。後ろで面接を待ってますので、ぜひ笑って帰ってくれたら嬉しいです。今リリーベ期間中なので、SNS で、ね、活動内容、ストーリーとかで上げてるんで、よかったらインスタグラム、TikTok フォローしてくれると嬉しいです。ぜひ高橋和樹を覚えてくれてください。よろしくお願いします。Desire